ヨハンゲオルク・ビューラーは、ドイツのインド学者。インドの写本や、碑文の収集、研究で知られる。ビューラーは、ディープホルツ群ボルステルで生まれた。ゲッティンゲン大学で古典と東洋学を学び、ギリシア語の文法の論文で1858年に、博士の学位を取得した。その後パリとロンドンで1862年まで、サンスクリットの古写本を調査した。 フリードリヒ・マックス・ミューラーの推薦によって1863年からインドに渡り、ボンベイのエルフィンストーン・カレッジの東洋語教授に就任した。ミューラーは教育に努めるとともに各地で図書を調査し、写本を購入した。1871年から写本の目録を交換した。1878年から翌年にかけて長期の休暇をヨーロッパで過ごし、 この間に結婚した。1879年にインドに戻ったが、健康を害したために、翌1880年にインドでの仕事を辞任した。ウィーン大学に招聘されて1881年にインド文献学、考古学教授に就任した。ビューラーはそこで、東洋研究センターを創立し、ウィーン東洋学法を創刊した。1895年には、 インドアーリア文献学、考古学概要シリーズを創始し、その監修を行った。1898年に、ボーデン湖で歴史した。ビューラーは、レイモンド・ウエストと協調でヒンドゥー法の翻訳を行った。ミュラーの、東方聖転送書のためにダルマスートラ・トマヌの、法典を英語に翻訳した。インド古文書学は、それまでのインド古文字研究の集大成であり、インドアーリア文献学、 考古学概要シリーズに収録された。ありがとうございます。